マンションとは、日本語ではアパートよりも大型の共同住宅を表す一般名詞として使われている。ただし、語源である英語では豪邸などの意味で用いられ、共同住宅の意味は、ほとんどない。超高層マンションの例海辺のマンションの例プール付きの、マンション郊外のマンションの例マンションという語は、日本のデベロッパーが、昭和30年代初めより一部の限られた階層を、 対象に、高段住宅などとは一線を隠した高級路線の集合住宅を高級感をイメージするために、マンションと名打って売り出したことに由来するという。その後、対象とする層を広げて、多様なものが開発、販売されるようになっても、マンションという呼び名が定着した。ただし、英語では、マンションは主に豪邸を示す言葉であり、 日本語で言うような共同住宅を意味する一般名詞として用いられることはほとんどない。イギリスではより限定的にマンションハウスといった場合は市長工程、マンションブロックといった場合は高級なアパートを指す。日本で言うところのマンションは比較的大規模な共同住宅で独立して住居のように共することができる確実を有するものを指す。また、 同じく共同住宅を指す、アパートという言葉が、小規模なもの、木造や軽量鉄骨作りのもの、賃貸物件を指していることが多いのに対し、マンションという言葉は、比較的大規模で、構造としては、基本的には、鉄筋コンクリート作り、鉄骨鉄筋コンクリート作りのような堅固なもの、という相違点がある。区分所有されるものを分譲マンション、賃貸されるものを賃貸マンションという、 なお、共同住宅は、住宅の建て方を示す用語で、一戸建て、長屋建てと並んで分類されている、バブル景気には、都心での土地高騰の影響により、戸建て住宅が中心である郊外のベッドタウンへの、進出が相次いだ。スポーツクラブやラウンジの設置、温泉を、パイプラインで浴室に引き込んだ物件や、山間部のリゾートマンションなど、ユニークで、多種多様なものが供給されたが、 それらは区分所有者が維持管理しなくてはならず、修繕積流金高等の一因となることが分かり、現在では人気は衰えている。2001年以降は地下下落による土地仕入れコストの低下に伴い、全国的に大都市の都心部にマンション建設が数年続いた。マンションは都市部における住居形態として重みを持つ。日本では 国土交通省が行った調査では、2009年末において、全国の分譲マンションストック個数は、約562万個としている。なお街頭調査における、マンションとは、中高層で分譲、共同住宅、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート、または、鉄骨造りの住宅を示すように、マンションの定義が一定しなかった時期が長く、2010年現在も、 その傾向が残る。また住宅について、事業者の種類に応じて、分譲、賃貸、コーポラティブハウスに分類される。このうち分譲とは、事業者が不動産会社であって、1個ごとに区分し売買するものを言う。したがって、分譲マンションとは、鉄筋コンクリート作りないし、鉄骨鉄筋コンクリート作りの共同住宅のうち、事業主が不動産会社で、 10個ごとに区分し売買するものを示している。マンションはマンションの管理の適正化の推進に関する法律において法令用語とされた。同法における定義では複数の店舗や事務所と居住となる専有部分が1個以上ある建物で区分所有者が最低2名以上いること。これには設備や土地も含まれる。これは同法でいうマンションが 区分所有法の適用対象でもあるということ。この法律は土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑みとされていることからも、わかるように、分譲マンションにおける管理を想定したものであるため、オーナーが一人で賃貸に供されている。マンションなどは、ここでは、マンションとされない。 ただし、二人以上いた区分所有者が一人になった場合でも、区分所有法は適用される。2004年、国土交通省は、中高層共同住宅標準管理規約の改正に当たり、文譲の中高層共同住宅を指す法令用語として、マンションの用語が定着している状況を理由に、名称をマンション標準管理規約と変更した。 2015年の国土交通省の調査による日本のマンションの倉庫数は約600万戸で、うち団地にあるものは200万戸とされる。英語、編集語源である英語では、集合住宅をアパートメントと呼び、賃貸物件ならば、アパートメントレンタル、分譲物件ならば、種類によって主にコンドミニアムとに区分。マンションは米国と英国では豪邸を意味する。 イギリスでは集合住宅の中の一軒をフラットと呼ぶのが最も一般的である。その他に社会政策で普及したターブロック、逆に高級感を出したマンションブロックなどの語もあるが、イギリス以外では一般的ではない。日本語のマンションの語源となったマンションブロックの例としてはレボンマンションズなどがある。日本はマンション学時点でマンション早々期。 マンション大衆火器、マンション室工場機、多様ストック形成期の4期に分けられている。マンション早々期は、マンションの語源にも関係するように、一般庶民には無縁なデラックス志向のものに限られ、その一方で、建物の区分所有が広まり始めたことを、受け区分所有法の制定などがあった。マンション大衆火器は、マンションの普及が促されるに伴い徐々に、 住宅ローン制度が広まる、その一方で工事する建設時などのトラブルが表面化し出した時期でもある。マンション室工場期は、建築技術の進歩、バブル景気などの後継気を受けて、高層化の進展、居住性の向上も進んだ時期である一方で、マンション早々期等に作られたマンションの大規模修繕、建て替えの必要性の問題が表面化してきた。その後の時期は、 単身世帯の増加、高齢化の進展などを背景に想定される利用者層などが様々なタイプのマンションが市場に登場している。また、マンションに IoT を搭載したスマートフォームも話題になっており、マンションの先進化が進んでいる。1960年代のソ連政府はフルシチョフカという集合住宅をソ連邦内に数多く建設した。低コストで、 パネル工法あるいはレンガで作られており、3階から5階建てである。建設にはその名前にある通り、ニキータ・フルシチョフが監督している。もともとこの建物は、成熟した共産主義によって、住宅不足が軽減されるまでの一時的な住宅であると考えられていた。フルシチョフは20年以内に、社会主義から共産主義に移行できると予測した。その後、 レオニード・ブレジネフは各家族に一人一部屋の確保と一部屋分の追加を約束したが今日も多くの人が古市ョフ下に住み続けている。インナーシティの高密度開発のために住宅助成金制度を改正67年まで高層住宅ブームだった。しかしタワーは育児、防犯に問題が大きいとの一連の調査結果。 そして、上位7社で7から8割という建設会社の河川から批判を集め、ローンポイント高層住宅のガス爆発、崩落事故を機に、高層の公営住宅の建設は中止された。産業振興、人口増加に対応し、60年代には大規模、再開発事業が盛んになり、中高層住宅も数多く建設された。その後、 石油危機を契機に人間規模の都市計画に都市法も転換する。社会住宅建設や商工業、手工業のパリへの維持による均衡の取れた都市づくりが追求され、60年代よりもはるかに厳しい建物の高度制限や溶石率制限が導入された。ルコルビュジへのアントワープ計画を踏まえて、1960年代に、 アムステルダムに一辺80から400メートルもの巨大高層住塔から構成されるバイミールニュータウンが建設された。低所得オランダ人向けの計画だったが構想は全くの不人気で結果的に移民労働者世帯が居住し40種類以上の言語が話されるコミュニケーションなきコミュニティとなる。これとすぐ外の環境を我が物意識で見守れない空間性と 相まって、犯罪、破壊、空き家急増をもたらした。こうした、高層団地の悲惨な現状を受け、1970年代以降には、オランダの各都市圏の集合住宅建設は、幼児のいる家族向けには、タウンハウスクラスターとして建設されることになった。アメリカ合衆国では、マンハッタンに1930年代から、超高層マンションが林立するようになっていた。戦後は、 モータリゼーションと並行し、持ち家所有と公害開発が進む。その一方、中心市街地ではスラムクリアランスを目的とする公共住宅法以来、マイノリティのコミュニティを全面的に破壊しながら中高層の公共住宅が建設された兄。しかし大規模な高層住宅ほどエレベーター、廊下、空地などお互いの監視の目の届かないスペースが生まれるために強盗。 窃盗、脅迫、強姦、殺人といった、凶悪犯罪の温床となって退居者も急増し、荒廃する。こうした治安問題を背景に、ブルーイット愛号団地の全面爆破と、中低層団地への建て替えに代表されるように、公共住宅の高層化は下火になった。マンションは対象とする利用者層、目的から次のような用語例がある。ファミリー型。 専用部分は NDK 型や NLDK 型と呼ばれる N 個の居室とダイニングキッチン、リビングなどから構成されることが多い。ワンルーム型、居室。ただし、トイレや風呂場は別になっている。マンションの用途は10個であるが、居住者相当からさらに細分化され、それに対応した様々なものが市場に出ている。用途的に細分化されたものを参照土地。 敷地利用権の権利対応から次のようなものに対別される。各室を入居者が所有することが基本で、敷地も各専有部分所有者の共有とするもの。各室を入居者が所有することが基本だが、敷地は定期借地権等の設定を受けて、各専有部分所有者が借地権を準共有するもの。建物全体と敷地が同一の所有形態で、 専有部分にあたる各室を賃貸に供しているもの。入り口に管理する不動産業者と、その連絡先が書かれたプレートや、入居者募集と書かれた貼り紙等が取り付けられている、場合が多い。各室ごとに所有者がおり、敷地利用権も、各専有部分所有者の共有もしくは借地権準共有であるが、建設当初の販売時から賃貸に供されることを、前提としたもの。 自ら居住するための住宅を建設する者が、組合を結成し、共同して事業計画を進め、土地の取得、建設の設計、工事発注、その他の業務を行い、住宅を取得する方式。将来の建て替え時の一種統一の円滑化の観点からも、専有部分に当たる部分も組合で共有する方法にはメリットがあるという。日本や大韓民国などにおいては、 日本の区分所有法のような関係法令により、一棟の建物及び敷地を、専有部分、共用部分、敷地というように分類するが、欧米では土地と建物を不動産として区別せず、敷地利用権という概念がない国が多い。さらに、共同住宅の普及の進む国、地域においては、法令やその運用により、区分所有権に基づく、 利用の自由と区分所有者の共同の利益の調和が図られる。詳細は、専有部分及び共用部分を参照上記の3以外は、専有部分所有者たちにより形成される管理組合により運営されていくことになるが、共同住宅の普及の進む国等では、それぞれ法令の整備を進めている。日本では、マンションの管理運営は、 建物の区分所有等に関する法律によって定められており、区分所有者と管理組合が主体となって管理運営を行うこととされている。なお、上記の位置において年月の経過とと,ともに、専有部分を賃貸する区分所有者が増えていく傾向があり、管理上の問題点の一つとされている。詳細は、管理組合を参照高層マンションでも、 上記イメージの延長となる。こうしたマンションの前景は、バルコニーの部分が凹んだような外観となることが多い。大川端リバーシティ21、センチュリーパークタワー敷地については、敷地利用権を参照参考、平成21年度版、宅建ポイントマスター愛民法等、TAC6 階建てマンション建設に対する反対、運動マンションの歴史は高層化の歴史でもあり、 中高層のマンション建設時には建設工事の騒音、振動、中高層の建物ができることによる景観、日照等への影響、ビル風、テレビや携帯電話の電波障害をめぐって周辺住民との間にトラブルが起こることがある。日本では1976年に建築基準法に日陰規制が定められる契機ともなった。また電波障害対策として 周辺の住民に対し、ケーブルテレビ等による再送信の保障が行われることもある。日本では、たびたび、報道や訴訟の対象とされている。個別のトラブル事例は、該当する事例の項目を参照のこと。国立マンション訴訟のように住民の景観利益を認めた事例が注目された。この事例では、反対運動関係者でもあった時の国立市長。 上原き美子が市議会などで違法建築と発言したことが事業者に対する営業妨害に当たると認められたがこのように反対運動の手段の正当性が問題となる事例も見られる。日本では2000年から2005年頃にかけてバブル経済崩壊後の企業がリストラの一環として保有する土地を放出し政府の景気対策も相まって東京都心部などでは マンション建設に弾みがつき、都心居住を望む人々から割安感、解読感に基づくマンション需要が急増し、都心回帰現象が生じたことがある。そこで大都市の都心に近く工場跡地の多かった東京都、江東区などでは、マンションの素地の供給とマンションの需要から建設ラッシュが発生し、局地的な人口急増に、 公共施設の整備が追いつかない状況が問題となった。自治体速は急増する公共施設の整備に対してマンション開発業者により多くの負担を求め業者側は負担が増加して開発コストへの反映、ひいては販売価格にも影響する形となった。マンション開発が行われる土地は祖辞と呼ばれることがあり、祖辞の価格はマンション開発の投資再参政の立場から 法令状許容される床面積を重視して評価することとなる。マンションは居住のように供するため、区体は強風や振動に対する安定性のある鉄筋コンクリート作りが望ましいとされる。一方で、鉄筋コンクリート作りは鉄骨作りに比べて建物の自重が大きくなりがちで、建築物の構層化、大スパン化を目指す上で柱が邪魔になるため、 強度の高いコンクリートを使うことによって、いかに邪魔にならない柱の大きさにするかということを目指して、各国で高強度コンクリートの開発が進められた。日本でも超高層マンションを中心に高強度コンクリートの使用が広がっている。共用部分も参照区体より寿命の短い配管の付け替えリスクを分離するため、現在では 配管を部屋の中に通すうち配管方式に変わり、マンションの基幹配管を分離して建てる、スケルトンインフィル住宅を採用するマンションが増大している。住宅における IT 化の進展に伴い、電気設備の容量、インターネット通信の光ファイバーの有無が重要性を増している。既存のマンションでこれらの新増設を行うには、共用部分の変更にあたる工事が必要となり、 各区分所有者が各自自由に回線を引き込めない場合がある。日本の場合、駐輪、駐車スペースが不足しているマンションが散見される。ただし、逆に駐車場の空きが発生すると、入居後に駐車場の駐車場管理費または利用料が確保できず、それを財源の一部とする修繕計画等の見直しを迫られるなど、管理組合運営に影響が出てくることとなる。詳細は、 構造計算書偽造問題を参照2005年11月建築確認申請に添付する構造計算書の数値偽造が発覚し結果的に建築基準法の耐震基準を満たさないマンションが多数建設販売されることとなった販売済みのマンションでは購入者に対する保証問題完成前のマンションでは取り壊しまた建設業者や不動産業者倒産などの影響が 出ている。マンション購入時は、人々は建物や環境、立地というハード面を重視する傾向がある。一方、マンション管理士の立場からは、人と人とが一緒に住むというソフト面に重点を置くことも提唱され、手段として人間関係の構築、子育て、高齢者への福祉等、インターネット活用などが例示されている。近年では、人々のライフスタイルが、 多様化し、特定の特徴を備えたマンションを求める人々もいる。例えば、ペットを飼う、人々のために、ペット飼育かという条件である物件、さらには、ペット用に、室内設計に工夫されている物件、音楽家や趣味で音楽を愛好する、人々のための防音室が、カッに設置してある物件、オートバイ好きの人々のためにオートバイをカッに持ち込む、ことができる物件などである。 デベロッパーは様々提案を行い、様々な需要に応えている。マンションでは人と人とが一緒に住む状況であるため、利用方法等をめぐって入居者、区分所有者間のトラブルも多く見られる。占有部分利用等に関する問題も参照マンション内で最も多いトラブルに騒音がある。臨室や上下階の生活騒音は法令等の違反となるような大音量でなくとも、 音質や頻度によっては不快に感じることがあり、またその程度が人によって大きく異なる。法令や管理規約に違反しない限り、当事者間の問題となる。上階からの騒音は床スラブが厚いほど、また時家割りよりも二重床の方が軽減される。ただし配管などを通して音が漏れてくる場合もある。 1990年代初頭から急速に広まったフローリングを含め解決策といえるものとしては床や壁を厚くしたり防音効果のある絨毯などを挟むことが考えられるが既存マンションで改修工事としてこれらを行う場合共用部分である区体に手を加えることとなるため管理組合全体の問題となったり工事に伴う騒音振動が 隣質や上下界に及ぶこととなることから困難な場合がある。1980年代には上階や隣下の騒音をめぐる住民間の殺傷事件などが発生した事例もあったが、その後防音技術やそれの普及の向上に伴って問題としての深刻度は低下している。近年ではペット飼育に関するトラブルやマンション内に ゴミ置き場がある場合にゴミ出しをめぐるトラブルなどの他に生活習慣が異なる外国人居住者とのトラブルといった新たな問題も発生している。マンションは子育てを行っている世代の入居者も多いが成長期の子供は立体的なものに対する感覚が未発達であり高いところに住むという意識が薄い。建築基準法上ではベランダの手すりの安全上必要な 高さは1 1 0センチメートル以上とされているが、これでは子供の転落事故に発展することもある。日本では近年自治体によって子育て支援マンションに関する条例を制定する例が増えている。多くの場合実態は様々であるが、多くは一定の基準を満たすことで子育てマンションと認定し、結果としてマンションの資産価値上がるというものである。基準としては、 共用部分にキッズルームを設ける、などがある。常実のごとく、外して駐車場が不足しているマンションは多く、周辺にも手頃な駐車場が存在しない場合、新たに車を所有しようと考える居住者は、駐車場の利用が空くのを待つ順番待ちに加わることになる。受給の差が大きかったり入れ替わりの速度が遅いと、空き待ちの状態で数年以上待たされることも、生じルール。 ただし基本的には自治体などが開発業者に対してマンションの個数の一定割合の駐車場を設置する義務を課している。最近では自動車の所有にこだわらない人も増え、マンション管理組合がカーシェアリングを運営、マンション付設の駐車場にその車を置き、多くの住民が車を所有せずして手軽に車を利用できるということを特徴として打ち出すマンションも出てきた。 マンション竣工50から15年ごとに実施される大規模修繕工事の外観。規模にもよるが、一般にほぼ3から5週間続き、その間の生活への影響が大きい。共用部分区分所有建物及び管理組合も参照建物のうち、特にマンションは、日常の維持管理、計画的な大規模修繕の実施等により、経済価値や寿命が大きく影響を受ける。 日常の維持管理、大規模修繕は管理組合が主体的に実施すべきものである。マンションにおいて設立される管理組合は区分所有者全員の加入が区分所有法で義務付けられている。一方、区分所有者が賃貸に出している場合、賃借人は管理組合員ではない。関わる項目も原則として共有部分に関することであり。 マンション標準管理規約では管理組合の業務に地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成を含めているが本来目的ではない。日本の場合既存の市街地には町内会がある場合が多くこれらには賃借人であろうと居住者が加入するが任意なので加入しない人もいる。マンション標準管理規約第27条のコメントでは各居住者が 任意の判断で加入する自治会費、町内会費は管理費とは別で各自の負担としてマンションの管理組合とは区別している。住民の親睦を図るほかに自治体事務の委任を受けて仕事をすることがある。マンションの場合、小規模であれば町内会の半程度となるが大規模であれば独自の自治会を組織して上位の町内会連合会などに加盟することもある。 上記の性質の差から管理組合イコール実質的に自治会管理組合役員と自治会役員の選出は全く別などの様々な形態がある。実質同一であれば賃借人の問題、実質別であれば業務の切り分け、自治体の委任事務の扱いなどの課題がある。新築時の分譲と使用開始後の中古売買に分けられる。マンションの売買については構造面。 権利面の特殊性等から他の建物、土地の取引とは異なる特徴がある。マンションの売買をめぐる問題については、専用部分を参照詳細は、マンション建て替えを参照マンションに限らず建物は、経年に伴う劣化、機能的、経済的劣化、被災による損壊等を避けられないため、最終的には建て替え、解体を検討することとなる。特に、マンションは、 思考の質や維持管理の状態等により寿命に大きな差異が生ずることもあり、さらに多数の権利者が関係し、建て替えにあたっては建て替えに参加しない者の占有部分を取得するなど、その権利者間の調整が重要である。国土交通省はマンションの建て替えに向けた合意形成に関するマニュアル及びマンションの建て替えか修繕かを判断するためのマニュアルを作成している。 これらマニュアルでは、合意形成については、発意から、準備段階、検討段階、計画段階を経て、建て替え決議をゴールとし、事業実施については、建て替え組合の設立段階、権利変換段階、工事実施段階を経て、再入居、新管理組合設立段階まで盛り込まれている。建て替えか修繕かの判断については、費用対改善効果を把握し、 それに基づき総合的に判断するものとされている。専有部分売り渡し請求権、占有部分買取請求権も参照されたい。各国では様々な法制の整備が進められている。例えば、アメリカが主国では区分所有関係の解消手続きを区分所有権の80%以上の賛成により行い、占有部分を及び、 共有部分の所有権を組合に帰属させた上で建て替えを進めることとしているという。日本では以下の2つの法律がある。建て替えそのものの手続きなどを迅速にできるようにしたマンションの建て替え等の円滑化に関する法律がある。詳細はマンションの建て替え等の円滑化に関する法律を参照区分所有法により管理組合総会において 区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成により建て替えを決議できる。建て替え決議の要件として以前は様々な規定があったが2003年に大幅に緩和された。さらにマンションの建て替え等の円滑化に関する法律が制定されている。同法では区分所有法の建て替え決議が成立した場合はマンション建て替え組合を設立することができ。 組合が建て替え不参加者への区分所有権を売り渡し、請求などを行えることとしている。2002年の国土交通省の発表によると、81例すべてが100%の合意で建て替えられている。人口減少と高齢化が進む状態では、マンション住民の高齢化、死亡により、空室が増加し、維持費の調達が困難になった後輩マンションが増加する。高齢化による、 荒廃マンションの増加を経験したイギリスは、高層マンションの建設を禁止するとともに、荒廃し、スラムとなったマンションを税金で取り壊している。日本は急速な高齢化が進んでいるものの、他国の、こういった事例に気づく動きがないことを、モタニコスケが指摘している。マンションは、築年数の経過すると、資産価値の維持や老朽化の防止のため、10年から15年に一度の、 頻度で大規模修繕工事を行うのが一般的である。その費用は居住者からの修繕費積立金より支払われるがマンションの規模によって金額が異なるため一概にいくらとは言えない。設計、施工、販売、管理とそれぞれの業者が存在する。詳細は日本の企業一覧を参照。ありがとうございます。